いとくんだよね。こんなおっさんに挨拶するけど。いやいやいや。いや、もうそんなのしゃあないやん。さっきあのインドネシアのお姉ちゃんがおるやん。まあまあ、ね、いろいろやってくれるやん。あ、俺もあと30分。でも、まあ、カイト君とやるとね、大事なことになって、またこうやって、どっか、また、篠里の方も、はい、店、まだ俺もほとんど分かれへん。この間も行ったって、あの辺の何も分かってないけど、あのね、篠里のところね、なんとかって、まあ、名前忘れた。ね、食堂があるの、うん、それはね、まあ、そこ行ったろう思って、木曜日は行ったんだ。ちょうど木曜日定休日やって、そしてね、隣と俺、インスリンの関係もあって、食べなしゃあない時間的にね、ほんなら、いや、どっかで食べなあかんので、まあ、近所パッと見たら、まあ、隣の隣ぐらいに、あの、ガラス切ります。お願いします。お母さん元気してます。ちょっと体調悪い。体調悪いんですか。ちょっと1週間ぐらい休んでるから。ああ、どうなの。養護施設多いよね。どちらは向こうやけど、市役所とかどこやとかね。そうですね。カリカリしてうまいね。あ、カリカリしてます。うん。それだいぶ、それぐらいが一番うまいよ。これがうまいね。あんまり柔らかい。ぐじぐじはちょっとね。まあ、過ぎる気あるけど。うん。あのアスパラも食べたことある。それぐらいが多分美味しいと思う。ボロも怖いからね。まあ他の、まあ、エビもうまいしね、僕ね。柔らかい、やっぱ歯ない人多いから。西成は。あのドロドロのちょっとね、っ割り箸で取れ崩れんのね。まあまあまあ、まあ、もうちょっとカリカリの美味しいかわかる。うん、自分も一緒や。うまいね、とてもね。うん、あの胸桃か桃のあのあれでっかい380円、はい、あれは豪華だから、あのなんかそこはね飲む人やな、あの、まあ、あの食べるのもあるよ、はい、だからあの下にで1日ってどれぐらい出るんやそれを取ってたこ焼きどれぐらい出るんですか。出ますよ。あ、結構出るんか、うん、まやばいっすね。あ、もうオープンからもう最後ぐらいまで。それでないと、6時ぐらいまでやってるからね。それをね、うんうん、こうもしくはあの用でね。そうなの。パッと入ってて、あれはあれ用に作ってるんですけどね。まあ、もう有給料ね。
もちろん俺食べた時もちょっと小っちゃかった。だっておでんも安いね。だって10個100円でね。そうなん、みんな値上げしてるからね。あれうまくない？ 200 円やったんすか？ん200円まあ1個だけやけど、はじめ、うん、あ、おでん、いや、8個200円やったんです、たこ焼き。ああ、たこ焼き、おでんが3個で240円やったから。へえ、200円。卵もう一丁ください。おいおい、はい。そのこれ、あ、これでいいですか。いいです。はい。これ食べていいですか。ああ、いいです。すみません。うまそうな色やね。いや、これは結構美味しいけどね。うん。はい、どうぞ。はい、どうぞ。